ということで今日突撃私服のコーナーということで、はい、ニコルさんの、うん、今日の撮影デーの私服をお見せして、はい、そうですね、撮影の時は結構 楽ちんというか結構動きやすい服装で来ることが多いので今日はパンツスタイルで来ました。あとやっぱビビなのでトレンド感も入れたいのでトレンドも入ってます。紹介しますね。じゃあ早速、はい、ちょっと上からブランドを教えていただきたいです、はいはい、デニムジャケットがカルナムールのデニムジャケットです。シンプルな、かわいい、うん、シンプルだけど、はい、合わせやすくて、で中がファーファーだっけ、はい、ファーファーのリボンのニットです。であとやっぱチュールも流行ってるのであのチュールのこの何バッグ、今日これできたらみんなにえ、ユキ連れてきたのって言われました。いつもユキ連れてくるときにこういうバッグにユキ入れてるからユキだと思われました。でパンツはカルナムールのツイードのなんだっけ、もう今朝全然回んないカーゴパンツです。まだ頭回ってない。靴は私の連載の時に買ったスニーカーでニューバランスのシルバー。かわいい、めっちゃかわいいですよね。春夏すごい使えると思います。今日のニコルさんの宿こんな感じでした。ありがとうございました。そしたらてんちゃん私服チェック、はい、今日はつなぎです。今日はつなぎです。はい、もう今日からアウターを羽織らないおって決めました。今日から羽織ってません。もう春モードですね。そうですね、春モード突入。あと黄色いバッグ、かわいい、なんか黄色いバッグ使いたくて、うん、ネイビーと合いますね今日のコーデと。で、ね、で間違えて2個買っちゃって、これネットで注文したら、だから欲しい方いたら教えてください。ボーダーの T シャツは、はい、ボーダーは全然持ってない。あ、そうなんですね、はい、大きめサイズで可愛いですね。大きいですね。でも腕まくりしてます。可愛い、つなぎがお気に入りです。腰に巻いて、はい、縛って、はい、巻きました。これは GU です。あ、そうなんですか、はい、すごい上手、万能、ありがとうございます。また機会があったらお願いします。はい、お願いします。さくら、はい、それがさくらちゃんです。お願いします。お願いします。今日は突撃チークです。はい、今日は全体的に黒と白でまとめて、これはエブリスのトップスで、トップス、うん、本当はスカートと、セットであるんですけど今日はトップスだけ使って、うん、はい、でも結構短いので、うん、中から白いタンクをレイアウトしてちょい見せな感じ。パンツはザラですね。これザラなんですね。ザラなんです。スラックスがすごい綺麗。ちょっとコロコロできてないから、すごいこれが見えない見えない見えない。靴は、お、可愛い。そうなんです。これダークシャドウっていう。すごい漏れるから好きです。でカバンがこれミニミュートっていう韓国のブランド。フリンジがついてて。可愛い。可愛いですよね。帽子は撮影後の必須アイテム。これカルナムールです。ニコルさんのニコルさんのブランドで、はい、とニューエラーのコラボか、このロゴがあの黒地に黒なのがなんかさりげなくて好きで、昨日ニコルさんもこれ持ってたからお揃いだと勝手に喜んでました。また今後もちょっと撮影でかぶっちゃうかもしれないですね、はいはい、毎回これにします。じゃ ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、ニコルちゃんのシークチェックでした。みなさんです。みなでーす。お疲れ様です。ということで、はい、早速なんですけど撮影日コーデをご紹介いただきたいと思います。はい、今日のコーデは なんだろう、スポーティーだけどスト
人すぎないお姉さんって感じ。わかんない、全然決めてなかったけど、トップスがこれベクムです。あ、ベクムのトップス、マジで指通せるんで。あ、かわいい。かわいいんですよ。かわいい。これマジ、これマジずっと着てる。ボタンも良くないですか。そう、おしゃれ。そうなんですよ。で、ズボンが 1M、 おー、へー、靴が、新品ニューバランスです。 あらま、そうなんですよ。かわいい。で、帽子が、スプリーム、これ古着です。あ、そうなんだ、上手。これはお下がりなんですけど、 お下がりでプラダの、これは大容量でもう助かってます。指輪ミクシマイとヨンリヨンリっていう韓国の、どちらも韓国のキラキラが可愛いんですよ。ストーン可愛い。キラキラとパールが好きで、で、まあ、ピアスはセリーヌで、この超か超お気に入りなんですけど最近、ノウハウのこういう、まあ、こっちがマグネットになってるタイプ。すごい。で、長くできるし、長官にもできるしっていう、私星が大好きなので。そうなんだ。もうワンポイントに最高なアイテムです。またありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。シャラちゃんのチェック、はい、突撃チェックしていきたいと思います。はい、極力その楽さを求めて、ズボンとかも結構ゆったりとしたやつでゆるっと決めました。これはジュエティのアウターで、私前私服紹介した時もジュエティさんのコートを着てたんですけど、ジュエティさんのお洋服がもう好きすぎて取り入れやすいんですよね、私服の中に。だからその割とサッとこうデニムを履いたらそのまま決まるとか、それでいてちょっとこういう癖のあるアイテムがあったりするからすごい好きです。これはアルムってところだ、なんかブーツなんですけど、これがすごい楽なんですよ。これはイエイエっていうところのカバンなんですけど、まあ単純に好きで買いました。可愛いです。これがすごい、もうずっとカバンに入れてます。そうなんですね。可愛すぎて。愛用品。愛用品です。で、どこのブランドのものですか。これはビビアン・ウェストウッドのやつです。じゃあ、はい、またいつか撮影してみてください。はい、またいつかね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼します。エイコさんの撮影終わりに突撃修復ということで、突撃修復を紹介してもらいます。こんな感じです。じゃあ今日のテーマは何ですか。テーマ楽ちんです。楽ちん、いいですね。撮影は本当めちゃくちゃ移動するし、楽な服が一番多いです。確かに。アウターからブランド名を教えてください、はい、これはダウンレスのジャケットです。かわいい。これボタン閉めて、こうやって襟もこうやって立てられる。すごい。そう、パーカーからの上から羽織っても全然わかんないし。いいですね。動きやすい。で、中のパーカーめちゃめちゃ可愛いんですが。そう、可愛いでしょ。アルチーズアーカイブって書いてある。可愛い。これ韓国で買いました。あ、そうなんですね。韓国でも一目惚れ。可愛い。見つめられて、もう買わなきゃって思って買いました。リリーブランド、リリースターですね。ラインストーンがついてるんですね。そう、ちょっとキラキラめ。かわいい。足元が PR とアディダスのサンバ。やっぱみんななんか最近ビビの現場行くとサンバ履いてる。だってめっちゃ動きやすいですよ。そうなん、動きやすいし、コーデもはまるし、本当に使い勝手がいい。やっぱみんな使ってますよね。みんな使ってる。確かに、なんか靴いっぱい並ぶじゃないですか、スタジオとか行くと。自分の持ち物に名前書かないかみたいな感じって誰か言ってたな、ニコルさんかな、言ってた気がする。ネックレスも可愛いなって思ったんですけど、パールのちょっとキラッとしてるやつを、なんかカジュアルだから全然こうアクセはゴールド系にしたの。はい、ありがとうございます。以上、エリカちゃん突撃私服でした。はい、ありがとうございます。今日は突撃私服チェックです、
はい、お願いします。お願いします、はい、撮影終わりのイナさん。そうです。そしたらまず全身こんな感じです。それじゃあ、おお、今日はワンピースですか。そうです、ワンピースです。なんか私あの古着とかお下がりばっかりなんですけど、うん、今日もママのお下がりのワンピースで、すごい、でも綺麗に使われてますね。そうですね、全然なんかお下がり感が本当綺麗に残してもらえた、はい、素敵、いっぱい着れて感謝。足元はタイツを履いて、合わせてブーツですね。このブーツも古着屋さんで買ったやつ、うん、あ、色味が可愛い、すごい。バッグはブランディーメルヴィルです。お、可愛い。ここが磁石で、あ、そうなんですね。チェック開いたもの。これはタイに行った時に、うん、マンゴーっていうお店で買いました。ママと一緒に買い物行ってる時に、すごい二人で可愛いってなって二人でシェアして使ってます。仲いい。親子でなんか姉妹みたいなことしてる。お似合いです。ありがとうございます。そしたら今日の突撃はこんな感じでした、はい、ありがとうございました。バイバイ。セイラさんの塾突撃チェック、イエーイ。じゃあまず全身、今日はこんな感じの、さすがですね、おしゃれです。いやいやいや。ポイントはレース、うん、レースあをこのちょっとチラ見えな感じでパーカーの中から、これレースのフーディーなんですけど、フーディーなんですね。そうそう、え、めっちゃおしゃれと、ちょっとこの靴下でブーツから見えてる感じを仕込ませて、うん、このカジュアルなパーカーに合わせました。結構ずっとレースがトレンドで、うん、ザ・レースっていう着方にもちょっともう何回もしたので、なんか新しい感じで取り入れられたらなと思いレイヤードをしました。さすがです。これはキムヘキムで、あのこの前撮影で韓国行ってきたんですけど、その時に買いました。これミュウミュウで、めっちゃ可愛い。これ可愛いなって思ってました。ありがとうございます。私もずっと可愛いなって思っ てゲットしました。バッグもミュウミュウ。あ、そうです、ここ合わせて。最近はちょっとミュウミュウ着てるとかありますか。なんか服が結構カジュアルなものが多いので、ガーリーすぎないミュウミュウのアイテムをちょっと取り入れて、アマカルミックスみたいな感じで着てます。なるほど。ということで以上、突撃私服でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。